はい、皆さんこんばんは。ゆめたか TV の時間です。今日はですね、小顔矯正をね、受けた方からアンケートご感想をいただいております。1回のお試しを受けただけですごく変化したのでびっくりしました。痛みもなく歪みを改善できるので安心だと思いましたというね、22歳の女性の方からこのようなね、アンケートをいただきました。ゆめたか接骨院で行っています、小顔矯正はですね、なんと1回のお試しでもですね、変化を体感していただくことができます。はい、これはなぜかと言いますとですね、頭蓋骨、このような形であるんですけども、元の状態に、ね頭蓋骨を戻すというね、頭蓋骨矯正が含まれています。そしてですね、顔がね、大きくなってしまう、もしくは変形、歪みですねが出てしまうのには、この頭蓋骨だけではなくてですね、実は骨盤とか背骨とか首の方ね、その辺の歪みもね、実は絡んでくるわけですね。当院のね、小顔矯正は実は小顔だけでなくですね、骨盤から背骨から首の方までね、矯正してしまうので、それによってね、小顔になってしまう、従来の本当のね、本来の顔の大きさに戻すというね、ことができるわけなんですね。ただしですね、この1回のお試しで、変化はわかるんですけども、実は戻ってしまうんですね。ところが当院はね、戻らない小顔矯正というふうにね、コース設定してるんですけども、その戻らないには、理由があります。それはね、カウンセリングの方で詳しくお話していますので、興味のある方はですね、カウンセリングを、受けてみてください。はい、今日はですね、この辺で終わりたいと思うんですけども、誰しもね、顔がちっちゃくなりたいとかね、そんな願望は、女性の方は特にあると思うんですけども、この小顔矯正というのはね、その辺では結構有効な手段だと思いますので、ご興味のある方はぜひね、お問い合わせください。はい、じゃあ今日はこの辺でね、終わりたいと思います。ありがとうございました。